ブリーチの原作者久保タイト先生は金髪にグラサンをかけた姿で登場したせいで、この AV 男優の拓也氏と酷似していたため AV 男優と言われたことがある。拓也氏があまりにも久保先生に似ていたため久保タイトの字を混じって久保タイトと呼ばれている。間違いで拓也氏は久保先生のツイッターに突撃してしまったことがあり、後に謝罪している。拓也氏と久保先生があまりにも似すぎており、ホラ画像も完成度が無駄に高かったせいで本当に騙される人が続出した。少し長めの茶髪とサングラスの著名人は通称久保タイト一族と呼ばれている。久保先生と拓也氏の風評被害があまりにも広がりすぎたことで2014年についに集英社が動いた。2015年のジャンプにて久保先生の久保タイトネタ禁止の警告文が記載され、悪質な場合は訴訟もする姿勢を見せた。